へえ、まだ泉州に残ってるのね。そうね自分で言ってみなさい。もう関わり合いになりたくなかったとしても直接会ってはっきりさせた方がいいわよ。そのメッセージを見る限り彼女は本当にあんたの助けを必要としてるみたいだしね。請求列車の一員としてあんたが性格ハンターと関わるのはごめんだけれど、今までのことから考えると彼女は少なくとも深い関わりがあるあんたには悪意を抱いていないように見える。何よりもし私なら危機に直面して誰かに助けを求めた時、その相手が目の前に現れるのを強く思うでしょうね。だからあんたの思う通りにしなさい。きっとカフカはあんたを傷つけたりなんかしないわ。カフカとジンがまだ泉州にいる？ケーゲン将軍は彼らを見逃すことをほのめかしたが、それはあの場限りのことだ。確か泉州はカフカの指名手配を取り消してはいるが、ジンはまだ重罪人だったはずだ。正直に言えば性格ハンターの考えなど俺には理解できない。特にか、しかし俺の直感が告げているんだが、彼女は君に危害を加えるようなことはしないだろう。だからもし彼女が本当に厄介事に直面しているのなら会いに行った方がいい。大牧師に隠れてるんだ。大胆すぎる。この近くのはず。きっと来てくれると思ってたわ。もしエリオのような目を持っていたら、この世界は今私と君が見ているような姿じゃないんでしょうね。無数の可能性が折り重なり、異なる選択が引き起こす結果を表している。そして一瞬ごとに無数の選択が同じ点に収束し現在となり、これが君の選択。私の頼みに応え助けてくれること。ええ、ジンの状況には私も手を焼いているの。この泉州で頼れるのは君しかいなかった。魔音の実、それは逃れることのできない長命種の宿命で、折り重なる感情と記憶が引き起こす狂気の病なの。ジンはほとんどのことを忘れてしまったのに、魔音の実は依然として何らかの形で彼を苦しめているわ。泉州に来てから魔音の実の発作はとてもひどくて、一時期は私の言霊でも抑えられないほどだったの。こんな状態では青函旅行をすることなんてできない。だから私は言霊で魔音の実の影響を弱め、しばらく封印しようと思ってる。でも言霊を維持している間は他のことに気を回せないから、君に守り役をお願いしたいの。ジンを抑えている間私を守ってちょうだい。私はいつ危機が訪れるのか、どんな危機なのかも知っている。だから心配しないで。私たちが協力すれば必ず難関を越えられるわ。その上
君が何らかの被害を被ることもない。今近くをうろついているモンスターがいるんだけど、そのまま放っておくと面倒なことになる。やっつけてもらってもいいかしら。君は必ず勝つわ。私を楽しませてくれる？ガツンと来るやつか。手の施しようがないわ。おやすみ。その体験を変え、2倍速ってこんなもの。私が怖いの？え？あの世に送ってやる。目標を狙うほどこの鎌は速くなるのよ。僕がいる。100本。私が怖いの？蝶と共に散れ！スターレイファントム！小説の志は朽ちることなし。ガツンと来るやつか。おやすみ。されたらまたやろう。彼が性格ハンター彼が性格ハンターのジン。カフカは彼が魔音の身に苦しめられていると言っていた。目を開けたら君の姿が見えるなんて久しぶりの体験ね。どうすればいいかね。ジンの現実を感じる機能は私によって強制的に断たれたわ。今の彼は私の声しか聞こえず、私が触れたもの以外は何も感じない。そして私はこれから彼の意志を先週から遠ざけ、将軍、慶竜、王政と君のお友達の炭鉱君を忘れさせるつもりよ。この過程も同じく邪魔が入っちゃダメなの。でも始める前に君の質問に答えることはできるわ。ええ、助けてもらうんだもの、お礼としてね。私に聞きたいことはない？私は君を眠らせたのに再び呼び起こした。ヘルタで放置したのに今度は選手へと誘い出した。多くの説明を省いているけど知りたいと思わないの？急がないで、時間はまだあるわ。まずは考えてみてから戻ってくればいい。でも普通に答えるなんてあまりにも退屈よね。嘘か誠かゲームをするのはどうかしら。これは私が銀狼とよく遊んでいるゲームで、心理戦みたいな要素があるの。二人で交互に質問するんだけど、嘘をついてもいいのよ。でも答えは必ず
一つの真実と一つの嘘でなければならない。つまり私が答える内容のうち一つは真実で一つは嘘ってことよ。でもどれが真実でどれが嘘かは質問をした人が自分で判断する必要があるわ。でも無限に時間があるわけじゃないから2回だけ遊びましょう。私は2つ質問したいことがあるから、君の質問にも2つだけ答えてあげる。忘れないで、一つの真実と一つの嘘よ。あら、それはルール違反よ。ゲームは双方が自覚を持ってルールを守らなければ成立しない。でもルールを守らなくても私には知る方法がないから、道徳に君を裁いてもらうしかないわね。でも私は誓えるわ。必ず一つの真実と一つの嘘というルールを守るってね。お手本としてまずは私から質問するわね。緊張しなくていいのよ。一つ目の質問は緊張するような内容じゃないから、ただ真実と嘘で答えればいいの。このゲームの面白さは2つ目の質問の時に現れる。1つ目の質問をするわね。君は私をどう思っているの？はあ、私がカフカをどう思っている？どう答えればいいんだろう。もし本当のことを答えたら次は嘘をつく必要がある。逆もまた同じだよね。もしくはルールを破る。本当に破っていいの？やっぱり本当のことを答えよう。ほら、こんな感じよ。簡単でしょ。君は自分の考えを隠すのが本当に上手ね。一旦ゲームを中止しましょう。運気軍が来たわ。彼らを追い払ってちょうだい。無駄よ。君がどうやっても衝突は避けられない。これが運命なの。お注射の時間よ。おやすみ。覚悟しろ。楽にしてあげる。蝶と共に散れ。スタールインファントム。ランドゥの名。小説の志は朽ちることなし。あの世に送ってやる。しつこい。へえ、リポッポした。正義はこそ。
彼が性格ハンターのジン。カフカは彼が魔音の身に苦しめられていると言っていた。ほら、これが未来よ。無限の可能性があるように見えても決まったことは必ず起こるの。今の衝突は避けられなかった。なぜなら他の可能性が存在しないからよ。私の言霊はまだ駆け終わっていない。でもその前にもう一回だけならゲームをすることができるわ。質問はもう考えたかしら。考え終わったら来て。それまで待ってあげるから。嘘か誠かゲームを再開しましょう。君の番よ。質問は2つだけ。カフカは片方だけ本当のことを答え、もう片方は嘘をつく。でも私はカフカがどの質問に答えるときに嘘をつくのかわからない。何について質問しよう。宇宙ステーションで目覚めた時、私はカフカのことを覚えていた。でもそれ以外の記憶は曖昧だった。私自身について質問するべきかな。遺伝子の面から言えば、君は私の子供よ。君の体を構築するデータの4分の1は私から来ているの。それに銀狼、ジンちゃん、それにサムは子守には向いてなかった。だから君を教え導く役割が私に回ってきたの。でも散々な目にあったから、チャンスが巡ってきた時にすぐに君のことを列車に押し付けたのよ。何を言っててもちゃんと考えがあるように聞こえる。本当なのか嘘なのかわからない。君の表情から読み取れるわ。その質問はダメよ。本当か嘘かを教えることはできない。思う存分推測をして答えを胸に抱いて次の質問を選ぶ。これこそが嘘か誠かゲームの楽しいところよ。君の次の質問が面白いことを期待しているわ。このゲームのルールは現実と同じよ。私たちはみんな自分に無限の可能性があると思っている。でもよく考えてみたら本当の可能性はごくわずかで、どの質問と答えも過去の選択に固く縛られている。未来はまるで迷宮のようで、多くの分かれ道は誘導に過ぎない。本当の道は一つしかないの。いいえ、決まっているのは価値のある未来よ。信じられないのなら試してみるといいわ。もうすぐもう一度戦闘が発生する。君はこの可能性を変えられるかしら。今のは。
君は心の底から私の予言を変えたいのね。二度の戦闘の可能性が本当に君によって回避されたわ。でも未来に起きることは依然としてはっきりしている。本当の試練はこの後にやってくるわ。若い運気の剣士は手強い敵よ。でもその前に嘘か誠かゲームの続きをしましょう。また私の番ね。二つ目の質問よ。君はまた私に会いたいと思う？会いたいかどうか、どういう質問なの？彼女が一番答えを分かっているはずなのに。答えは当然。会いたい。だから私の答えは、いいでしょう。私の質問はこれで終わりよ。驚いたわ。まさか君を見透かすことができないなんて。どうかしら。どの答えが君の本音なのかわからないもの。君、変わったわね。まるで知らない人みたい。さあ、次は君が質問する番よ。準備ができたら私を探しに来てちょうだい。君の質問はこれで最後よ。私に思わぬ驚きをもたらしてちょうだい。前の質問でカフカが嘘をついていたかどうかはわからないけど、確定していることがある。今回彼女はルールを守って答えるしかない。思い切って全く新しい質問をするのはどうかな。カフカは驚きを期待している。ならこの質問をしてみよう。決まってないわ。性格ハンター、せっかく将軍様が慈悲の心で逃がしてあげたのに、君たちは恩知らずなんだね。あれ、どうして性格ハンターと一緒に？この子は私の言霊に操られているのよ。私の暗示は異変に気づかせずに他人を操ることができるの。ねえ、あの少年を倒してちょうだい。それで君の任務は終わりよ。この下道め。さあ行け。めんどくさいやつ。スターレイファントム。期待に応えられなく。もし君がいなかったら、私とジンはさっきあの子に捕らえられて優秀国に入れられていたわ。サムと銀狼が私たちを助け出してくれるけど、ジンはひどい怪我を負うことになるでしょうね。その上、私たちと泉州の関係はもっと悪化するはず。できればそんな未来は避けたいと思ったの。もう行ってもいいか？ええ、
一時的に魔音の実を抑制できたわ。あまり強い刺激を受けず、知っている人にも会わなければ問題はないはずよ。待って、私と一緒に来ないの？すまないカフカ、一人だけたくさん世話になった人がいるんだ。その人に会いに行かねば。それなら好きにすればいいわ。どうせこの後のことについてエリオは何も言っていないもの。助けに来てくれて本当にありがとう。また会いましょう。うん、お前のことは覚えている。お前は以前カフカに付き従っていた、違うか？いつだったか、あの女がある任務をこなしていた時にお前がそばにいた、覚えているぞ。あの女と共にいてあんなに長く生きながらえたのはお前が初めてだ。どの性格ハンターもエリオと取引をしている。他の奴の取引内容など知らないが、カフカが俺と同じようにエリオに使われていることを考えると、その望みは並大抵のものではないだろう。あの女が行ったこと全てには大きな代償が伴っている。きっとお前を生かすために様々なことをしたはずだ、小娘。